はい。じゃあ今からですね、遊戯王カード25周年記念パックを開封していきたいと思います。で、こちらなんですけど、結構ね、発売されたのね、もうだいぶ経ってる。発売されてから今年の6月4日、6月ぐらいか。いや、違う。結構ね、前に発売されてたやつで、たまたま最近、なぜかお店で売ってて買うことができました。なんでこちら開封していきたいと思います。で、ちょっとね、開けるやつを持ってきます。れ、開けるやつどこ行ったっけ？開けるやつがない。あった。なんか近くにあった。はい、これで開けていきたいなと思います。どういう配置を、こうしよう。なんか、じゃあ開封しますか。一人でね、撮影するともうカメラがすごいっすね。セッティングしにくい。またちょっとカメラの配置変えようかな。こうしよう。これだと。こっちのカメラではどう映そうと映るか。ワンピースカードまだ。先にね、こっち開けます。これトークンカードが入ってて、トークンカード何かっていうと、応募できるんですよ。その、もしシリアルコードが入ってるカードを引き当てたら、コナミにそのカードを送ればもらえるカードがあるんですよ。で、それの有効期限が、引き換えの有効期限が確かに来年ぐらいだったはずなんで、ちょっと忘れないうちにこちら先に開封します。ワンピースカードはまだ開封してないので、これ開封したらまたライブ配信別で立ち上げて開封していこうかなと思います。ちょっとカメラの配置をさ、セッティングしつつ、動画がちゃんと撮れてるかあれですけど。はい、じゃあ開封していきますか。この辺に一旦置いて、この辺に、ここが限界点か。じゃあ開けていきます。トークンは出てこないかな。ブルーアイスとか出てほしいんですけどね。レッドアイズスピリッツ。融合。まあ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 、まあまあ、ブルーアイズのスピリットドラゴンの方か。はいはいはい。25、これね、まあちょっと改めて見ると、これクォーターセンチュリーレアカードで、クエーターセンチュリーシークレットレアカード。あれ？ 2 種類。
ウルトラレアカード、スーパーレアカード。あれ、なんかあれだな。ウルトラレアカード。クォーターセンチュリーシークレット。あ、いや、はい。20周年記念、25周年記念の特別仕様のレアカードがあって、それが基本当たりなんですけど、ただその25周年仕様が何のカードになってるのかが結構重要です。ブルーアイズだったらいいんですけど。融合カード。うんうん、まだ25周年仕様も来てないし、トークンカードも来てないですね。ゲスト箱に1枚入ってるはずですね。25周年仕様のレアカードが。それが何が来るか。あー、これはアルティメットレアだ。これはちょっとね、光り方が、うん。アルティメットレアが1枚来ました。横置いときますか。まだ25周年仕様のレアカードは来てないですね。アルティメットレアはあと1枚入ってるはず。あ、25周年仕様のレアカード来ました。ただあー微妙、サイバーダークワールドでした。これは外れでもないけど、まあ当たりじゃないですね。残念。あと、まあ、トークンカードがワンチャン来るか。普通にブルーアイズがウルトラレアとかで来ても嬉しいんですけど。おお、来た。レッドアイズソウルか。レッドアイズの25周年記念来たと思ったら、レッドアイズソウルでした。でもレッドアイズソウルは、レッドアイズ、乗ってないか。レッドアイズスピリットか、これ。レッドアイズスピリットじゃない、レッドアイズソウルだ。レッドアイズソウルはない。ないというか。あ、でも。あー、相場ダメだ。安い。400円だ。ブルーアイズ欲しいですね。そうですね。ブルーアイズ欲しい。レッドアイズソウルでした。レッドアイズが来たかと思ったら。さあ、あとは、消化試合なのか？消化試合かな？あれ、ああ、これアルティメットレア2枚目来ましたね。アルティメットも25周年記念もあんまりいいやつじゃなかった、今回。さあ、ラスト1パック。来い！奇跡起こるか。これでね、引いたらすごい奇跡だ。だってもう25周年2枚、アルティメット2枚でできてるんで、基本もうないはずなんですよ、いいのは。なんでこの1枚は何かは最後見ましょう。はい、さあ、これで負ければ敗者。
前に決めた。デンジャラスドラゴン負け負けでしたね。あーちょっとねレッドアイズ風なカードが出てきたんでおーっと思ったんですけど、ソウルの方でした。ソウルラストダメでしたね。はい、じゃあ一旦この配信は終わりにして、また改めてすぐワンピースカードの方を開封していきます。じゃあお疲れ様です。